年金支給日の今日は多くの高齢者が金融機関を使うため、警視庁は振り込め詐欺への警戒を強めています。その中で牛込署では新宿区やボランティアと協力して被害防止を呼びかけました。牛込署では管内43の金融機関で訪れる客にチラシなどを配り、振り込め詐欺への注意を呼びかけました。新宿区では特に還付金詐欺の被害が多く、今年11月までに都内全体で発生した56件の還付金詐欺のうち26件が新宿区内で発生しています。役所から還付金がありますよというような電話をすることは決してありません。区は警察やそれから地域の皆さんと連携しながら、この年末ですね、大変厳しい状況にもありますので、そういった詐欺に皆さんが詐欺で被害を受けるということがないように取り組んでまいりたいと思います。また牛込署では出し子の画像を解析するなどして犯人の検挙に全力を挙げたいとしています。